こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。エギングでよく釣れてるエギってイカの髪跡とかでこう布がボロボロになりますよね。布がボロボロになってもさほど釣果には影響しないんですけど、やっぱりエギは綺麗でそのままキープして使いたいですし、このボロボロのまま使用し続けるとその部分からまたさらに布が剥がれてしまったりするんですね。なので今回はその少し傷んでしまった部分、布が剥がれてしまった部分を簡単に直すテクニックをご紹介します。これがイカにかじられたエギの傷です。1個大きな穴が開いてるんですけど、これこのまま使用し続けるとどん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 布が剥がれてきます。で真ん中に小さい傷、あと頭にもこれぶつけた傷かもわからないですね。こういった小さい傷、これも大きな傷になる原因の一つです。ここにしっかりと瞬間接着剤を使ってリペアをかけていきます。はい、エギのリペアで必要なものなんですけども、もちろん傷んだちょっと布が傷ついたエギとハサミ、そして爪楊枝と瞬間接着剤、この道具はもうこの3つでリペアしていきます。まずこの大きな傷から直していきます。でこの大きな傷、ちょっと布がめくれてるんですね。でこれをこの液状の瞬間接着剤で止めていくんですけど、固めて固定していくんです。これゼリー状とか使うと固形のやつだとちょっとダマになりやすいというか、その部分だけ布が膨らみやすいんですね。なので液状の布に馴染みやすい瞬間接着剤を使います。でまず最初にこの余った布をハサミでカットしていきます。これライターで炙ってもいいんですけど、これもし火の当て具合を間違った時に本来丈夫な部分の布も焦がしてしまいます。なので安全なのはこのハサミで余った部分を少しカットしてしまうことです。あまり強い順にやる必要ないです。ちょっと表面が際がけばだってるぐらいで大丈夫です。で余った布をカットしてきれいにしたら、ここに瞬間接着剤を垂らしていきます。でこの瞬間接着剤を垂らすコツは、この傷の中央にドバッと入れるんじゃなくて、布はその破れた際からどんどん剥がれていきます。なのでその布が剥がれている際の部分に少量ずつ落としていきますね。瞬間接着剤この液状だと染み込んでいきます。はい、そしたらこの爪楊枝を使って押し当てるのではなくて、布をちょっとサイドから見て立ってる部分とか気になる部分に対してこうなじませるように楊枝を転がしていきます。傷に対して周りの布を傷の中央に集めるように、いろんな方向から楊枝を転がして布を平らにしていきます。で押し当ててるとだんだんこう表面が硬くなってくるのが分かるので、ある程度硬くなっても形が変わらないなと思ったら、そのまま少し手を休めて瞬間接着剤を乾燥させてください。で大きな傷が固まれば、この小さな傷、これも大きな傷になる原因の一つなので、ここも同じように布がもうあまりびらついてなければ口に接着剤をなじませていって、楊枝を転がして押し当てるとくっついちゃうので、転がすようになじませてリペアしていく。で細かい傷をすべて瞬間接着剤を固めて、
しまえばもう今ある傷が広がって、これ以上ここからダメージが広がることはないです。それとどうしてもそのイカにかじられた使用した襟っていうのは布の背中側の色をのせている部分が擦れて少し表面が白くなるんですね。これぶつけたりとかもそうなんですけど、かじられても布の表面で白くなります。少しあの本来のこのピンクの襟のピンクらしさっていうのが失われてるんで、気になる場合はあの油性のペンでも結構です。これでしつこく何回も塗るのではなくて、本当になぞるぐらいの力で軽く、ま、マジックを当てて、この白い部分に対して色を全体にギュッと塗るんじゃなくてちょんちょんと乗せてあげれば、少し色が抜けてしまった部分、傷が擦れて表面が白くなってしまった部分っていうのに部分にこう色を乗せてあげることができます。で傷に対してここまですればもう見た目は新品まではいかないですけど、傷のついた状態から元の美しい状態に近い襟に生まれ変わります。でマジックを使うことでアオリイカがそのマジックの匂いとかを嫌がって聴覚が落ちるのではないかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、私はこのリペア方法であまりこう聴覚が極端に落ちたなって感じることは今までないです。自分が使っててたくさんイカが釣れてお気に入りの襟布が剥がれてちょっと残念な思いをしても、今回みたいな簡単なリペア方法で綺麗にまた生まれ変わることができます。ぜひ自分の思い入れのある襟でしっかりと生まれ変わらせてあげて、大事に使ってエギングを楽しんでください。ありがとうございます。